はい。今日はですね、パレオダイエットについてお話ししていきたいと思います。え約1万年前までですね、つまり濃厚が始まるまでですね、250万年の間続いた食事形態だということなんですが、つまり、旧石器時代の食事、パレオリシックダイエットで、まあ、パレオダイエットだということなんですけれども、まあ、原始人ですね、まあ、原始人の方たちが、あー食べていた食事形態を、まあ、真似するということですね。まあ、もちろん、今、狩りするわけにはいきませんから、<laughs> はい。えー、狩りをしたり、 生きのみを積んできたりという風にするわけにはいきませんからあその時食べていたような あまあ、食材を選んで、えーまあ、調理をして食べる。ですね。まあ、現代的な調理をして食べるっていうようなあ食事形態のことを、まあ、パレオダイエットというふうに言いまして、まあ、それがですね、まあ、非常に健康効果が高いよということなんですね。はいまあ、これを言っているのがですね、このローレン・コーディン博士ですね。新、は、海、い、学の権威だということなんですけれども、えーまあ、このパレオダイエットを広めた第一人者でもありまして、えー、もう2000年代ぐらいからですね、もう アメリカの方では、まあ、パレオダイエットが非常にブームになったわけなんですけども、まあ、日本でもですねもう今ではあかなり多くの方が実践されていて、えーまあ、健康的なあ体を手に入れてるわけなんですけれども、はいえー、このパレオダイエットがですね、えー、どういった理由で推奨されてるかというとですね まあ約1万年前というのが、まあ、我々からすると、まあ、私からすると、まあ、非常にですね長いなぁと思うんですけれども、はい、人生100年ぐらいだと考えてもまあ1万年前とも100倍ですから、まあ、すごい長いなぁという,ふうに思うんですが、まあ、30歳で子供を産むというふうに単純に考えた場合にですね333世代前だと。 いうことで1万年というと長く感じるがまあ333世代と考えるともう、まあ、つい最近のことだというように,になるわけなんですその人。その人類の歴史を考えるともうほんの最近だということでしてその前250万年となるとまあ8万3000世代ということでまあ、こうなるともうちょっとまあ膨大すぎてなんとなく感覚がつかめないなという感じになるんですがその8万3000世代 333だともう本当に、えー、ここ最近ですねその稲とかあ、まあ、小麦なんかを栽培するようになったわけで、えー、そういったものがですね、まあ、我々の DNA に合ってないと、はい、主張してるわけですねはい、まあ、人類の,その、うん、人のですね DNA にそこまでその小麦とか稲っていうのが合致していなくてですねはい、えー、やっぱり、えー、動物とか木の実とか 野草とか、そういったものの方が、人間の DNA に、人の DNA に合っているんだよということですね。ただ DNA もやっぱり進化していきますので、どん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 私たちも形態も変わってきたようにですね、どん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 この250万年の間に、どん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 形態も変わってきたように、そういった食べ物を消化するような生理機能なんかもですね、変わってきているわけなんですが、実は4万年前ぐらいから変わってないんだと。 ははいいいうことなんですね、はい、4万年ぐらいの人のまあ、見た目とか、はい、えー、まあ、食べて、えー、その消化する機能とかですね、はいとかっていうのは4万年前ぐらいとほとんど変わってないということで、えー、やっぱりその小麦ねとかはまあ、合ってないということなんですね。まあ、合ってないというか、そんなに大量に食べるようなものではないということを言っているわけですね。はい で現在の狩猟採集民、まあ、その原始的な生活をされている方たちていうのは、まあ、やっぱり生活習慣病の人がいないということなんですね。 はいまあ、心臓発作とか脳卒中とかそういったのも,もないと、はい、いうことが、まあ、言われておりまして、えー、あと、まあ、自己免疫疾患ですねこれもないということなんですが、まあ、旧石器時代の食事に、えー、変えることによってですね、まあ、100, 以上の100種類以上の自己免疫疾患を予防できる可能性がありますというふうに、えー、主張しているわけですね、はい、これはすごいということで、えーまあ、パレオダイエットですね、まあ、どういったものか見ていきたいわけなんですけれども えまあ旧石器時代の人の食事はですね、まあ、乳製品を食べないということなんですね、はいえー、まあそのもちろん牛とかあまあ羊とか鹿とかあまあイノシシとかそういったのは取ってくるんですけれどもそこからこうわざわざ搾乳してですね、はいえー、まあ加工して食べるようなことはないということなんですね はいえーまあ、肉を食べるけれども、そこから搾、ねえーまあ、乳したりはしないんだということなんですけれども、まあ、したとしてもその時だけとか、まあ、飼育して、えー、やるようなことはないよということなんですね。はい、で、えー、穀物をほとんど食べない、まあ、これも本当に自然に育っているものしかないですから、あーまあ、そういった小麦とか稲とか、そういったものを食べないと。 いいうことですねはい、で塩を使わないというですね、まあ、これはまあ,あ塩、まあそんなに難しくないんじゃないかなと思うんですけれども、あまあ使ってなかったということなんですね。まあ、ほとんど味付けがないということなんですかね。はい精製された糖類はまあ、蜂蜜のみだったということで、えー、まあ、蜂蜜はまあ、本当に、えー、蜂の巣、 があればまあ取ってくれるわけなので、まあ、あったのかなと思うんですが。まあ、これも蜂蜜も。まあ、時々にしか手に入らないものだったということですね。はい、あと、脂肪の少ない肉が大部分、その食事の大部分を占めるよということでして。え。まあ、その野生の動物はまあほとんど脂肪がないんですよね。はい。 えまあもちろんその食べるものも豊富にないですし、えー、餌を与えないですから、まあ、食べるもの、その動物がですね食べるものっていうのもほとんどないですし、まあ、動き回っているので、もうほとんど脂肪がないということで、ほとんど赤身なんですね。赤い肉だということなんですね。はいあと炭水化物のほとんどがでんぷん質の少ない野菜や果物ということで、えー、まあ食物繊維と一緒に取れるような糖分しかなかったということですね。はい で、ある種の飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を摂取しないということで、まあ、このある種のというのがまあちょっとポイントにもなるわけなんですけれども、まあ、飽和脂肪酸もですね、まあそのえ お肉にそこまで脂肪が含まれてないので、えー、そういったものとかですね、えー、もちろんその植物油を搾、まあ、乳、搾乳です、すみません、えー、圧搾してですね、えー、絞るわけなんですが、あその植物油を圧搾したものとか、まあ、そのままあ食べるしか方法がないので、えー、そういったですねトランス脂肪酸っていうのができなくって、そういったものはまあ取らないよということなんですね。はいで大体今の,そのパレオダイエット でまあうん、やっている三大栄養素のです、ね、配分を見ると、タンパク質がまあ19から35%、炭水化物が22から40%、脂質が28から47%ということで、まあ、低炭水化物です、ね、で、まあ、当然低炭水化物なんですが、タンパク質と脂質がやっぱり多いというような感じですね。まあ、特に、えーまあうん、タンパク質が多いんですけれども、まあ、カロリーとして高めになるので脂質がまあこれぐらい高くなっているというような。 形になります、はいまあ、9キロカロカリーある 1g あたり9キロカロリーぐらいですね、脂質はあるので、まあ、量としては少なくても、まあ、カロリー的に見るとまあちょっと高めになるというような感じになります。はい、で私ですね、まあ、ケトジェニックダイエットをずっと推奨しているんですけれども、まあ、ケトジェニックダイエットですね、まあ、このとパレオダイエットがまあどう違うのかというのをですね、まあ、ちょっと見ていきたいんですが、 まあ、ケトジニックダイエットはですね、まあ、低炭水化物、ここは一緒ですね、はいで。低タンパクで高脂肪なんですね。はいえー、これがまあ非常に特徴的なあものなんですねで。タンパク質が低いのはですね、そこからですね、糖申請することができるということでして、 まあ、炭水化物を制限していても、タンパク質をいっぱい取っちゃうと、ですねそこからグルコースを作ることができるので、まあ、それで血糖値が上がるので、えー、ケトン体というのが出にくくなるということですね、まあ、ケトジェニックダイエットの最大の特徴は、このケトン体にありますので、はいケトン体が分泌されなければ、あ分泌というか、その体の中で合成できなければあ、全く意味がないので、ですので、まあ、タンパク質がかなり制限されているということなんですね。はい でこのケトン体の健康効果が主体になっておりまして、まあ、中鎖脂肪酸を摂取したりですね、まあ、ココナッツオイルとか MCT オイルというので、まあ、その中鎖脂肪酸を摂取するとか、あとはまあ食べない時間を作って、ですね、まあ、飢餓状態にすることで、まあ、グルコースを全部燃焼させて、えー、まあケトン体を作る。 いうですね、体の中で作るというような方法になっています。はい、でその食事数がですね、まあ、少ないということから、まあ、消化器を休ませたりですね、まあ、オートファジーですね、まあ、その細胞の中で、まあ、飢餓状態が起こるとですねえ不要になったあーその細胞内 小期間というですね、まあ、ミトコンドリアとかですね、はい、とかを、まあ、壊して、またそこで再生させるという、オートファジーというような機能が働いたり、まあ、免疫を高めたりできるよということで、まあ、このケトン体に依存した、はい、ケトン体の健康効果に依存した食事形態がケトジェニックダイエットだったのに対してですね、まあ、パレオダイエットですね、一方、パレオダイエットは、まあ、同じく低炭水化物なんですけれども、 まあ、高タンパクだと。はいもうここが一番違うんですけども、まあ、高タンパク。で脂肪は取るんですけれども、一部の飽和脂肪酸は取っちゃだめだと、はい、いう特徴がありまして、まあ、高タンパク中脂肪ぐらいだということになっています。はい、で飽和脂肪酸がですねやっぱりコレステロールを上げてしまうということがまあ,ありまして、まあ、これはあの、う ある種の、はい。ある種の飽和脂肪酸コレステロール上げるんですが、まあこのコレステロール上がること自体はですね、特に問題はないんですね。まあこれ、それもパレオダイエットの方に書かれてるんですけども、本にもしっかり書かれてるんですが、炎症がなければイベントは起きないので、まあコレステロール別に上がっても問題ないんですけれども、まあ一部ですね、はい。一部ある種の飽和脂肪酸が、 あやっぱりその動脈硬化の原因にもなっているということで、その一部の部分が、まあ、まあ気に入らないと。<笑><笑>ローレン・ローレン工人先生からすると、まあ、気に入らないということなんでしょうね。はい。ということで、もう本当に肉の質がもう非常に重要だと。 肉の質にこだわっております。はい、で、満腹感、まあ、タンパク質っていうのは満腹感を得やすくて、熱酸性が高いということでして、まあ、体重を落としたくて、まあ、筋肉をつけたい人っていうイメージですね、まあ、パレオダイエットは本当に、えーまああ、本当にこう、がっしりした体格を作りたい方には、もう非常にもってこいの方法だと思います。はい、で健康効果はです、ねまあ、ホモシステインを下げることで まあ、ホモシステインという、まあ、ちょっと悪い物質があるんですね。はい。必要な物質なんですけども、体にとっても必要な物質なんですけれども、それが溜まってくると、えー、ちょっと悪いということでして、えー、まあ、その、まあ、あまり、その、有害な部分のホモシステインを下げることによって、まあ、心臓病とか認知症をですね、えー、予防できるということなんですね。はい。で、まあ、いい特徴の、の、まあ、一番最たるものが、 これだと思うんですけどとにかくたくさん肉が食えると <laughs>、はい、<laughs> いうことなんですね。まあ、私もお肉好きですので、まあ、たくさん食べたいんですけれども、まあ、ケトジェニックやってるとですねやっぱり肉の制限があるんですよね。はい、ですから、まあまあ、私は2倍量まで、緩めのケトジェニックダイエットということで、まあ、2倍量まで、えー、いいよというふうに言ってるんですけれども、はい、2倍量というのはだいたい、えー、ケトジェニックダイエットをやると、えー、体重 1kg あたり 0.8g まで えー、肉食べれると、まあ、そのタンパク質とってもいいということなんですけどもだから6 0キロの人だったら4 8ムまで大丈夫と。 いうことになるんですが、まあ、その2倍量ですね。はい。ですから、96g まで、はい。とっていいことにすると、はい、えー。いうふうにしてやっているんですけれども、まあ、その 96g あると、まあ、結構十分な食事で取れる、まあ、満足いくぐらいの量になるんですが、このパレオダイエットの場合はですね、もっともっとたくさん食べて大丈夫と、はい。いうことなんですね。はい。まあ、その肉をたくさん食べるというとですね、まあ、この腎臓への負担っていうのがですね、えー、まあ、 あもうずっと言われてきているわけなんですけれども、まあ、実はそんなにですねその良質な肉を食べている分には、この腎臓への負担というのはそこまで上がらないよということでして、まあ、腎機能に、まあ、あ不安のある方とか、ちょっと、うん、機能異常があるような方は、ちょっとドクターに相談する必要があるんですけども、まあ、それほどですねこのパレオダイエットをやってですね腎機能が悪くなったというようなことは、 ないということでして、えまあ、大丈夫だと<笑><笑>いうふうに書かれています、はいで。もちろんですね、ケトジニックダイエットもパレオダイエットも低炭水化物というか、まあ、低糖質でして、まあ、食物繊維とかあフトケミカルとかはです、ねまあ、大量に摂取しますので、はい、たくさんの野菜、たくさんの果物、まあ、果物、まあ甘いもの以外というような形なんですけれども、まあ、あたくさん食べれると。 いうことですし、まあ、それによって健康効果はですね非常に高いということで、まあ、どちらも推奨される食事形態だということになっておりまして、えーまあ、ちょっと、うん、ケトン体のですねやっぱ健康効果がいいということで、まあ、私はケトジニックダイエットよりなんですけども 体を作りたいですね、まああの。ちょっと筋肉をもうちょっとつけたいとか、シュッと痩せたいとかっていうような方はですね、まあ、パレオダイエットですね、はい。ケトジニックダイエットはどうしてもですね筋肉が落ちていってしまうんですよね。体重を落としていくと。はいでまあ、パレオダイエットの方は、まあ、あまりその、うん、筋肉量を落とさずに、えーまあ、体重の方は落とすことができるというような特徴があります。ただし、そのケトン体による健康効果はないと。 いうことなんで,す、ねはいえー、でそのケトン体を、まあ、全く取らないかというとそうでもないんです、まあその中鎖脂肪酸ココナッツオイルとか MCT オイルは別に制限があるわけではないのでパレオダイエットの方でも取ることができるので、えーまあ、うまくやればですねパレオダイエットでケトン体を、まあ、あ体の中で作りながらパレオダイエットをするっていうことも、まあ、できなくはないと。 いうような形でうまくやればできるかなというふうに思います。